さん、こんにちは。バティスタのバティです。はい、ということで、先日ですね、私、過去の動画見ていただいたらわかるかと思いますが、等々力陸上競技場の方で、北海道コンサドーレ札幌対川崎フロンターレの試合を見てきました。でですね、ここ最近、行ったスタジアムについての評価ですね、しておりますので、今回も、このスタジアム評価というものを等々力陸上競技場で行いたいと思います。詳しくはですね、過去の動画、ここに貼ってありますので、よかったらこちらをご参考にしていただければ嬉しいです。繰り返しになりますけれども、今回このチャートですね、5段階に分かれております。こちらの5段階の総合評価で、どれだけいいスタジアムかっていうのを、評価していきたいと思いますので、よろしくお願いします。それではですね、等々力陸上競技場の個人的、評価、こちらとなります。ドン。はい、今までのシリーズ見ていただいてる方はわかると思いますけれども、相当評価が高いのと、そして動画史上初の5が出ております。まず交通アクセスなんですけれども、評価4をつけさせていただきました。これですね、首都圏にあるスタジアムの中では比較的移動とか交通の便はいい方じゃないかなと思っております。というのもですね、最寄り駅としては、新丸子駅、そして武蔵小杉駅、この2つが主になってくるのかな。新丸子駅はですね、東横線のみなんですけれども、武蔵小杉の駅がですね、いろんな JR だったり、東横線だったり、それこそもうちょっと行けばですね、都内に出るような地下鉄にも直結してるってことで、めちゃめちゃアクセスがいいんですね。それでいて、すごい都会のスタジアムになるので、バスを使っての移動もありですし、タクシーとかもね、全然ありだと思います。今回ですね、自分のいつもカメラマンをしてくれている俺の女子と、彼女なんですけどもその彼女がですね、仕事でちょっと遅れてくるよっていうことになって、武蔵小杉駅の、タクシー乗り場に並んだらしいんですよ。そしたらですね、金曜日っていうこともあるかと思うんですけれども、意外と列が並んでて、ただですね、なんと川崎フロンターレのサポーターさんに声をかけて相乗りしてくるっていう、うわー、すげえ勇気だなと思ったんですけど、そうやってね、相乗りとかでスタジアムも行けますし、1メーターでだいたい行けるぐらいの距離なんですよ。なんでアクセスに関しては、他のスタジアム、例えば都内には、飛田給駅の、味の素スタジアムありますけれども、あれも、近くの駅といったら飛田給駅の1本だけですし、他のですね、サイスタだったりっていうのを見比べても、やっぱりいろんなところに出れるっていうのはめちゃめちゃ強みだと思うので、今回4をつけさせていただきました。はい、ということで、続いては雰囲気ですね。こちらは評価3、アベレージとなっております。スタジアムの雰囲気としては、陸上トラックがある分、どうしても、距離っていうのは離れてしまうのは、しょうがないと。ただですね、その陸上トラックがあるんですけれども、比較的それでもすごい近いんじゃないかなと感じました。陸上トラックがあるスタジアム、例えば日産スタジアムとか、結構距離があって、反対側のゴール見づらいとか。ただですね、この等々力陸上競技場に関しては、そんなに距離離れてる感じない。むしろ陸上トラックがあるスタジアムの中では、かなり選手との距離も近いですし、ピッチレベルでのスタジアム観戦っていうのも、普通に楽しめるぐらいの、遜色のないスタジアムじゃないかなと思います。ただですね、今回自分がですね、川崎フロンターレのサポーターさんとかもいるようなバック S 自由席ってとこに座ったんですよ。今図に出ていますけれども、ここら辺に座ったんですね。ここに座るとですね、川崎フロンターレの例えば応援とかがなかなかちょっと聞こえないというか、川崎フロンターレですね、ゴール裏の、応援のコアとなる部分がちょっとずれてるんですよね。完全にゴール裏っていうよりかは、ちょっと、メイン側に寄っているんで、例えばその太鼓の音とか応援の音がなかなかちょっと聞こえないとか。そこでの臨場感っていう部分では、少し他のスタジアムにはどうしても劣ってしまうかなと、そういうところも含めて評価は3にさせていただきました。はい、続いて試合の見やすさなんですけれども、これもアベレージの3です。さっきと同じようなことになるんですけれども、ピッチレベルで、見れるっていうのは一つの強みでもありますし、そしてですね、意外と、こういうところは、アベサポーター気づけないなっていうのがあるんですけれども、ホームの A 自由席っていうのがあるんですね。これもまた今図を出していますけれども、このホーム A 自由席って結構広い区画で区切られてて、これですね、自由席なんで、例えば今回僕も4人とかで行ったんですけれども、4席余ってるかどうかって言われたら毎回満員になるようなスタジアムなんで、例えば初めてスタジアム行くよとか、そういう人がいたとします。多分ですね、まあ、4人とかで行ったらあれ席ないじゃんみたいな、そういう懸念もあるかなとは正直思いました。なのでですね、まあ、座席数に限りはあるとは思うんですけれども、もう少し指定席があってもいいんじゃないかなと個人的には感じます。でもすごいんですよ、ホームの A のゴール裏、まあ、自分も、バック S に座ったんで、まあ、通らなきゃいけなかったんで、そこ行ったんですけれども、まあ、普通にビール買えるところが多かったり、あとびっくりしたのが、屋根付きなんですけれども、どの位置からでも基本的に試合全体を見れる、そのように感じたので評価は3とさせていただきました。まあ、もうちょっと指定席があればね、ありがたいかなと思いましたと。続いて設備の方なんですけれども、これ評価4です。これですね、まあ、設備って言ってもいろいろあるんですけれども、アウェーのゴール裏ですね、まあ、日立台とかもそうなんですけれども、座席指定っていうよりかは、まあ、この区画に入ってくださいねっていう結構スタンディング型のスタジアムでして、これですね、個人的にはめちゃめちゃ好きなんですよ。やっぱりスタジアムの魅力って、僕個人の意見ですけれども、立ってそのチームを応援するとか、そうなった時に座席があると若干やっぱり何て言うかな、まあ仲間同士、その応援しているサポーター同士でも距離があったりとか、そういうのが発生してしまうんですけれども、アウェーサポーターのゾーンはそういう立ち見席みたいになってて、結構臨場感があるというか、応援しがいがあるんですよ。あとですね、この前上げた動画にもちょっと載せたんですけれども、陸上競技場っていうと結構古臭いイメージとかもあるんですけれども、比較的もう設備が全部新しい、まあさすが優勝をね、2回連続でしているチームのホームスタジアムだなっていうのは感じました。ただ1点気になったのが、ゴミの処理ちょっとやばくねえかっていう。まあゴミが出ることはしょうがないんですけれども、もともと用意してある、なんか本当に飲食店のバイトとかが捨てるような青いもう王道のゴミ箱ですよ。ああいうのがポンポンポンと置いてあるだけで、正直あれで処理はできないんじゃないかなと。それこそ試合終了後スタッフさんがまあゴミ袋持ってっていうのはありますけれども、あの人数がまあいろんなものを買って持ち込んだりとかしてたら、まあ山盛りになってるところとかもあったんで、そこら辺はまあしょうがないかな。でもまあなんとか工夫しようがあるんじゃないかなとは思いました。まあ、トイレの混み具合に関してはもうこれはしょうがないです。なんでもう深くは追求しませんが、その改善の余地があるっていうのはそこのゴミの部分かなとは個人的に思います。ちなみにタバコのところはですね、分煙がしっかりできてるので、例えばちっちゃいお子さんが、タバコの匂いが嫌だっていうこともあまりないので、そこも評価1個上に上げている要点の1点にはなっていますと。最後長くなりましたが、グルメ、これが星5ですね。満点となっております。おめでとうございますね。偉そうに言っちゃってますけれども、これね、何が良かったっていうと、まず出店の量ですね。キッチンカーが主体になっているんですけれども、フロンパークには、まあ、その例えば企画に合わせた食べ物があったりとか、あと川崎といえば、そして川崎のスポンサーですね。ここを本当に大事にしているなっていうのが感じ取れて、めちゃめちゃ良かったです。川崎はですね、何がすごいって、いろんな企画をやるんですよね。その企画内容が結構ぶっ飛んでるやつとかもあって、なかなかそういう集客に関しては本当に神がかっている。多分僕が J リーグいろんなチーム見ていますけれども、一番センスがあるなと思っております。今回動画にも載せたように、まあ例えばワニのお肉とか、結構普段食べれないものとか、まあそのご当地ものとかを取り入れてて、すごく、まあアウェーサポーターも来て楽しい。そしてアウェーサポーターからして、これすげえなって思ったのが、北海道グルメについてなんですよ。僕もですね、北海道の人間ではないんですけれども、例えばアウェーの試合行ったら、北海道のチームが相手だから北海道の名産品を使った、こういうね、特別な商品作りましたよっていう企画、いろんな各クラブでやってもらってるとは思うんですけど、正直ですね、北海道にいる人からしたら、まあ、いつも通りのご飯というか、でも本場には劣るけどねっていう、まあ、何が言いたいかというと、正直ホームムの人向けの企画なんですね。なので、そこで安倍サポーターもどうぞみたいな感じで大々的に企画されても、正直こっちとしては乗り気ではないっていうか、まあこれもあくまでも個人的な意見なんですけれども、ただ川崎のすげえなって思った部分が、今回ですね、北海道のチームが相手だからっていうことで、まあ小樽の餃子とかを出してる出店があったんですけれども、これがですね、川崎のホーム側に設置されてたんですよ。これすごいなって思ったのが、要は北海道の人はもう普段食べてるでしょ。だからこの企画は今川崎の人たち向けにやってますよ。ぜひ川崎の人たちにこの北海道の美味しいもの食べてくださいって言ってるのかわからないけど、多分そういうことだと思うんですよね。北海道の人には、ここを食べてほしいっていうところで、こっちの、主要グルメですね。例えば塩ちゃんことか。そっちを推薦しといて、ホームの川崎側の人には、この小樽の餃子とか北海道のグルメを楽しんでくださいっていう、このウィンウィンの関係、これを築けるってなかなか難しいと思うんですよね。やっぱり川崎さん、ちょっと企画力というか、そういう配慮が違うなと僕は感じました。あとですね、補足事項として設備の部分ですね。これまたアウェーサポーター的には嬉しいんですけれども、一時荷物の預かり所が外にあるんですよ。例えばトランクでね、来たとか、こうやってコロコロ引いてくると結構スタジアムの中入れるのとか大変なんですよ。座席もあるし、それをですね、しっかり業者の方が、ここ一時的に預かりますよっていうサービスがすごく見やすい位置にあって、あ、これもアウェーサポーターへの配慮もあってすごいなと思いました。はい、最後ですね、全体見ていただいて、評価が19点の平均 3.8、 もうこれは文句なしじゃないかなと思います。はい、ということで、いかがだったでしょうか。私が感じたね、轟陸上競技場の評価でございます。あくまでもこれは、北海道コンサドーレ札幌のサポーターが轟に行って感じたことです。ぜひですね、一番こういうところがすごいよとか、こういうところはやっぱりホーム側でも直してほしいなと思うよっていうコメントはですね、皆様からいただきたいと思います。ぜひですね、下のコメント欄にまだ僕が話してない補足事項とかも入れてくれたら嬉しいです。そしてですね、まあこの川崎戦について話しておりますけれども、その実際スタジアムでどうやってね、楽しんでたかっていうのは過去の動画見てくれたら嬉しいです。皆様、最後までご視聴ありがとうございました。普段はですね、こうやってスタジアムのことを語ったりとか、実際スタジアムに行っていろんな企画をやったり動画を撮っておりますので、ぜひ、こちらにあるチャンネル登録のボタンと、過去の動画見てみてください。そして、あんまり行ってなかったんですけれども、Twitter もやってます。Twitter もですね、ぜひ日常的なことをつぶやいておりますので、フォローいただけたら幸いです。それではまた次の動画でお会いしましょう。それじゃあまた次の動画で会いましょう。バイバーイ。